前半が内容も結果も、満足いくものではなくて、まあ、後半1点ビハインドっていうのもあって、積極的に点を取りに行ったんですよね。何度か欲しいチャンスあったんですけど、あそこで決めきらなかったことが、まあ、0対1かなっていう、そのまま終わってしまったのかなっていうのが状況です。で、前半の、まあ、コーナーキックからの失点は、少しね、最近狙われてるのかなっていうようなこともあって、自分ケアしてたんですけどね、いいボールが入って、最後競り合ってたんですけどね、相手のキタリが、いいヘディングシュートを決めたかなと思います。まあ、それよりも前半のね、少し重たいというか、歯切れがないというかね、それの内容が悔やまれ